ビさんのバサか。まあ言っても相当辛いんでね。でもまあ2ラウンドだから火力押し付けでなんとかなったりもするから見ていきましょう。立ち火立ち火ツン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 。そうですね、ああいう風にして距離を詰めたいんですけど、まあちょっとした動きを立ち火でこう刈り取られてしまうので、その辺はまあ仕方ないのかなと。ゲージ回収でとコモミス。さあ体力は4割程度、4割いってないか、3割ちょっとかな。さあこれはスカッカックに立ち火差し込んで炎症流から、さあごっそり減る治療用のルート。さあここは方向とミスが見えるのでタックル込んで若干妥協、しかしいいダメージ。ゲージ状況も逆転。立ち火思い切った立ち火でダッシュを止める。さあこれはコーボミスが見えて立ち火から、さあランサーがまだ殺すには至らないがゲージを取って、さあこれはデフキャンから6周しかしない投げて、これはどうだろう、橋にもつかんししないし、コンボミスってるし、タッチいいよ。さあしっかりヒット確認、解放方向からコンボして、ゲージ状況はランサー有利だが、これはデフキャンしゃがみジャンプで避けてジャンプ B が誘って画面端、さあ湯取って新勝利新勝利をゲージを削る。これはタッチ B 当たるもマイリーなので痛くはない。まあバーサーカー側もランサー側も使ったらどっちも反撃取れるんで、こういう感じですね。まあお互い結構技振りにくいところがあるんで、まあその辺どうやって近づいていくかっていうのが重要になってくる。ゲージをまた取っていく。まあ、こうなると例えばランサーの飛びに対して通常技が使ったりするともうフォローが効かないっていうバーサーカー側の非常に辛い展開ですね。こういう感じでタッチ B を透かして、まあランサー側としてはどちらかというと作業的な動きに近いんですけど、タッチ B 透かしちゃって、あそこのタッチ B 何か漏れていたんだろうか。勝利です。これはコーイスワンチャンある。さあこのまま橋まで到達、師匠流まだ解放しない。さあこれ死んじゃうと思うけど大丈夫。さあ殺しきったような感じがしたがちょっとわからない。ゲージはお互いどっこいどっこいで最終ラウンド、立ち当たるもコモにあげず。まあね、あれ大体ジャンプ読みなんでね、ジャンプ読みでカウンター取ってっていう立ちなんで、まあ地上ヒットは想定していません。前に出る前に出る、ランサー側が前に出る展開。まあ確かに体力はまさか有利。これは半角、まああれがある限りね、ちょっとどうしようもない組み合わせかなっていうところはあるんですけど、ゲージ回収ルート昇竜。さあこれは B エルズ思い切ったが B 昇竜に阻まれて、これはまあ普通にどうだろう、コモミスが見えて超頑張れば殺しきれたかもしれない。前に出て後ろに下がって、これは一瞬ヒヤッとする。地割れを巻いてとりあえず、まあ遠距離やることがないんでね、あれぐらいしか。これは気まずい距離。前に出て後ろに下がるタッチビー、まさか側思い切ってタッチビー振る。さあこれはランサー側の体力非常に厳しくなってきた。バーサー側は未だゲージ体力ともに持っている状態、時間もなくなっていく。これはディフキャン、まあディフキャンでフォローしてタッチリー。これはどうする、解放はしない。ゲージ回収ルートして、さあこれを今のは暗い解放で半角だと思うんだけど、さあリバサチョーコは、まああれ起き上がり近づく必要ないよね。